原発、太陽光発電よりも低コストに。経産省が3日に、太陽光や原発といった発電コストをまとめました。その結果、2030年の時点で、この画面の右側の表を見ますと、太陽光が 1kWh あたり18.9円となっており、原子力や火力よりもコストが大幅に 増加することが確認されました先日、マスコミの皆さんは、まあ、この発電コストに関して土地代などが含まれない画面左側のコストのみを報じ原子力よりも太陽光が低コストになったと報じておりましたがこちらは事実上誤報となりました。まあ、こういったた太陽光発電晴れた昼間しか 発電できないという欠点があり太陽の光がない間は火力や原子力発電に頼るしかないためまそういったコストも太陽光発電のコストに上乗せされておりますまたこういった太陽光発電様々な問題があり設置面積が巨大すぎるため日本では土地が足りなかったり建築基準を満たしていないため 災害に弱く環境染の原因にもなってしまっております。さらに、ウイグル問題の影響で太陽光発電のコストが増大し始めており、太陽光の発電コストは今後さらに上昇する見通しです。日本政府にはこのようなさまざまな問題を考慮し、日本の電源構成について 速やかに見直しを進めていただき現状残念ながらこのような太陽光や風力に関しては日本の環境では主な電源にはならないという現実がございますのでそのような現実に基づき国民の皆様に安く安定した電力を供給できる体制を 速やかに構築していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。